リカちゃん里子のやつ昼には来るつもりだったのかリカちゃんが話したくないなら待つしかないよ言うほどのことでもないのかもしれないしなおいミオン<ん>何か知ってるんじゃないのか何で朝から様子がおかしかっただろう昨日の夜町内会の人から嫌な噂聞いちゃって。 サトコには叔父がいるんだけどそれってサトコに暴力を振るってたってやつかあうんケイちゃん知ってたんだそのサトコの叔父北条哲平が雛な沢に戻ってきたらしいのおおっサトコうん何ですのケイチさん心配したんだぞ<っ>こんな時間まで何やってたんだ 心配性ですわねさとこちゃん大丈夫ごめん遊ばせですわちょっとおじさまにお使いを頼まれただけでしたよお使いって学校があるのにそんなことよりお弁当にいたしましょう私たくしおなかがすいてますのよさとこ よーし5人揃ったからにはパーッと部活で盛り上がろうじゃないの望むところだよねっさとちゃん今日は特別にサトコが好きなゲーム何でも選んでいいよブリいってみ行ってみーありがたいですけどお気持ちだけで結構ですわちょっとサトコ敵前逃亡は罰ゲームだって えーと快速台何畳だっけやめなよみーちゃん無理強いはよくないよ別に私は本当にお気持ちだけで嬉しいんですのよそれではいろいろしなければいけないことがありますのでサトコ…なあ俺たちは仲間だそうだろうみんなうんリカちゃん もう話してくれてもいいんじゃないかみ何があったんだリカちゃんリカちゃんお願い昨日買い物に行ったト子が日が暮れても帰ってこなかったのです